あ、来た。はい、来ました。ちょっとこれ何も表示してませんね。はい、来ましたね。おそらく来てるとは思いますけども。ちょっとね、これ、ちょっと何か表示しようか。これでもいいか。あー、これちょっと場所が悪いな。メモ帳。はい、こんばんは。ちょっと声大丈夫ですかね。はい、現在始まりました。ちょっと待ってね。リアルタイムコメントもなくなってますね。はい、これは何もないの、これどういったの。何もない。メモ帳よろしく。あ、オッケーオッケー。これだけでもでしょうかな。はい。ということで、始まりましたので、ちょっと今からですね、ダッチチャージャーの抽選をしたいと思うんですけども、まずはちょっとそのリストをですね、やっていきましょうか。リストを、ちょっと待ってよ。これメモ帳、これどこ、何これ。これは今やったやつかな。ああ、オッケーオッケー。てか、ちょっと待ってよ。抽選くんを出そうか。抽選くんを出します。あれ？はい。重たいな、これ。なんでこんな重たいんやろ。なんかめっちゃ重たいですね。はい、ちょっと抽選くんが出てきました。ちょっとこれはね、今、はい、こういう感じで、ちょっとまあコメントが読めないんですけども、まあ、この抽選はですね、要するに抽選なので。さあ、じゃあですね、このコメントのリストを見まして、はい。あ、皆さん、こんばんは。ですね、ちょっと待って。さあ、メモ帳に、では書いていきます。はい、白鷺さん。なんか上空いてる、大丈夫？ここ空いてるね。で、ともさん。なんかこれ、開くね。開くね。やりにくいな。まあいいか、最後にあれしていくか。まあこれですね、チャンネル登録公開にしてると、なんかアイコンが出てくるんですよね、アイコンが。そのアイコンで、まあちょっとまあ判断してやってますので、まあこの作業はね、どうせすぐ終わります。この作業はどうせすぐです。さあ、どんどんですね、順番に、エントリーされていっておりますが、もうこれ一人なので、もう抽選もですね、一瞬なんですけど、抽選も一瞬ということで、もうね、まあ、できればもうその、このうちに、これで全員かな。まあかまだ他にもコメントしてくれた人は何人かいてるんですけど、ちょっとね、ジェニファーさん、いてるいてる。はい。まあ、マークついてんのは、こんだけですね。こんだけですね。はい。大丈夫ですか？
はい、応募してた、じゃあですね、こちら、おー、なんや、一気になんかすごいすごいすごい、一気にコメントが来たよびっくりするな、今のは。一気にコメントが来ましたね。あ、ちょっとびっくりしましたけど。ではこちらのメモ帳の内容をですね、これ抽選くんに転送します。抽選くんにレッツ転送。どれやったかな。あ、読み込み抽選モードで、はい、ちょっとこれ今見えてませんね。見えてませんね。ちょっとこれを保存しますね。ダッチチャージャーみんな見てますかね、この入ってる人は。はい、はい、送りましたということで、12名ですね、12名のこちらの下にいてる方々が、エントリーしていただいたということで、まあこれですね、ちょっとまあ分かりにくかったかもしれないんですけども、まあちゃんとコミュニティの方で説明も書いてたので、まあもう見てない方はねもう見てなかったということで、もう終わりなんですけども、じゃあこれは一旦消していいかな。保存しない。はい、OK。あ、ちょっと音が今止まっております。あ、流れ出しました。はい、ではですね、もうこれ一回もう抽選ボタンをポチッと押すと、もうここに一人、ファイルの内容のところに一人出てくるので、一瞬でですね、抽選も終わりますが、終わりますが、はい、いきますよ。いきますよ。皆さん見てます？何人ぐらい行ってんのかな、今。何人ぐらい行ってる？さんま塩焼きさん、NP さん、あ、サクくんもいてますね。ジョルノ、まあ、出かける言うてますね。で、ジョバーナさん、白鷺さん、あ、焼きたてサラダさんもいてますね。さあ、行きますよ。行きますよ。もう、一回ポチで終わるので、行きます。さあ、行きます。ポチ、あ、いてる、この人いてた。ジェニファーマンジさん、いてないんちゃうかないてないんちゃうかな。これはね、まあまだまだまああるんですけど、あ、カエルさんもいてますね、こんばんはということで。アトさんもこんばんはということで。ジェニファーマンジさんは今見に来てないかな。これはあれはできない感じですかね。贈呈式できないですかね。KS さんっていう人は多分入ってなかったんちゃうかな。見てないですね。見てないですね。ちょっとできればもう送るところまでやっちゃいたかったんですけど、はい、僕も呼んでください。魔の翔一さん、僕も呼んでください。どうしようかな。これで終わってもちょっとね、昔のギャングスターのベガスの動画未だに見てます。あ、ありがとうございます。僕もね、この前ね、無敵のバグで無敵の車めっちゃ速いやつ、ゲットできるのを久しぶりにちょっと見返してたんですけどね、まあ、あれまあ意外と、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、意外とおもろいよね。ジェニファーマジさんはね、いないですよね。はい、さあどうしましょうか。ちょっとこれで終わんのもなんかあれなんですけど。あ、ちょっと待てよ。ストリームが推奨がなんちゃらとか出てますね。推奨値より低くなっています。警告が出てますね、警告が。
チャージャーパトカーの紹介でもしてほしいです。僕もかけるさんのギャングサベガスの動画見てますよ。ありがとうございます。小学校の皆さんいますか？ちょっとねこれ今何も表示してないんで、なんか画面もなんかしょうもないんですけど、ちょっとどうしようかな。まあちょっと僕最近まあバスのゲームハマってるので、こうバスツアーみたいな、僕のねこの運転してる後ろに乗れるみたいな、ちょっとそういうライブもやりたいなとか思ってたんですけど、どうですかね。こう今ちょっと今渡したかったな、この人どういう人なんですかね、ジェニファー万事さんは。他の人ほとんど見に来てたんじゃないかな。上野俊さんって言いました？上野俊さんなんかいたような気がすんな。あ、いてますよね、いてますよね。上野俊さんもいてるな。まあサクくんはなんか用事があるとか言ってましたけど、ジェニファー万事さんはどれや、まあバレエ命さんも多分いてない。あ、この方か、この方ね。あ、なんか書いてますね。もう一回もう一回、まあどうしようかな。じゃあ今これまあダッチチャージャーなんですけど、今見に来てる人でやりましょうかね。せっかく見に来てもらってるんで、はい。じゃあこれ今ちょっと44分なので、50分、50分はちょっと行き過ぎかな。まあすぐにちょっと、はい、今見てる人で行きましょう。でもその人に好きな車選んでもらうという方式で行きましょうかね、せっかくなので。ちょっと待てよ、でもこれどうしようかな。とりあえずバグシビはねちょっと渡せないんですよね。あれはもう今作れないんで、バグシビはちょっと無理なんですよ。で、まあ、YSP もどうしようかな。YSP もね、ちょっとね、どうしようかなと思ってるんですけど、まあ、YSP はでも皆さん欲しいっていう人いてるかなと思うので、YSP はありにしましょうか。ね。ちょっとバグシビはちょっと、あれはまた、マップになんか、ね、アップデートとかあったら、ちょっとまた乗りたいと思ってるんで、バグシビはちょっとなしで、YSP はとかはもう、ありにしましょう。はい。じゃあですね、ちょっと、待ってね。まあ、今からちょっとまたこれメモ書いていきますけど、ちょっとまあ分かりやすくですね、どうしようかな。うん。星3つとか。まあ、参加しますでいいか。参加しますと、書いてもらください。で、ちょっと待ってね。ちょっとまだ待ってくださいね。今、チャット打ってるんで。で、参加しますと書いてもらって、締め切り48分まで。あんまり長くすると、ちょっといっぱいなっても困るので。はい、OK。今書きました。早いね。走り屋組 Q3。あ、これ、コピーできるのか。あ、コピーできるわ。コピーできますね、これ。ナイスやな。で、悪魔さん、ちょっと待って。悪魔さんね。これ今、サーバーとかって大丈夫なんかな？ジョルノ・ジョバーナさん。はい。シロンはないね。シロンは他のゲームだね。うん。シロンは他のゲームだね。ロック隊長さん、上野俊さん、さんま塩焼きさん、山田大輝さん、
さあ今47分になっております。カマロとかね何もしてないですよ。全然いいですけどね、カマロとか何もいじってないですよ。 YT さん、バブチさんもじゃあこれカマロって書いてますけど、チャージャーはねさっきのジェニファーさんなんでチャージャー以外ですね。白鷺さん、さあもう48分になりそうでございます。まあ48分になったらここまでって書くので、もうそれ多いな、結構これ僕作業しますよ。この人もおったな。あ、48分になりました。さあ、これで終わりです。ちょっとここまでって書きますね。ここまで、ここまでになった。まあ、いっか。 OK、 そんなに多くはないぞ。これ OKOK、 GR、ヤリスさんね、はい、OKOK、 GR ヤリス大好きさん、あ、 YT さん、これカーパーキングなんですけど大丈夫ですかね。NP さん OK、M8 あります。課金者ももちろん OK ですね。私消去してください。はい、わかりました。カーパーキングはやってないんかな。はい、じゃあこんだけですね。こんだけですよね。大丈夫ですよね。皆さん OK ですよね。入ってます、入ってますよね。 OK ですよね。 OK かな。はい、じゃあですね、 OK、 あ、 GS もいいですよ。もうパトカー OK です。あれもまたまあすぐ作れると思うんで全然 OK ですね。はい、じゃあこんだけで、あ、一応おとなしで聞いてましたって。おとなしってこれ僕声もない状態やん。はい、じゃあですね、これを転送します。ジェニファーさんはどうしようか、まだ今度ね渡すんで、また今度渡しますので、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいね。それでは文字列を転送します。さあ誰になるかな。抽選2回目、さあ誰になるでしょうか。転送、はい、15人いてますね。15人、すごいよ。15人いてます、すごい。まあこの中の一人で、まあね、あんまりちょっと多すぎてもまた今度やるときとかできなくなっちゃうんで、まあ本当はこの前の僕のコミュニティ見てもらったと思うんですけど、あれ高評価の数が300いったらもうすべての車をプレゼントするぐらいの勢いで、もうプレゼント企画やりまくるっていう計画やったんですけど、わずか届かずですね。283やったんですよ。わずか届かず。あれあと17人行ってたらもうプレゼント企画ラッシュをやるつもりやったんですけど、300人はちょっとまあ多いかなとも思いながら、まあ行くかなとも思いながら、ね、惜しかったですね。あれは本当惜しかったです。ということで抽選しますね。さあ誰になるでしょうか。大丈夫よね、これもう僕これやらないとか、これ大丈夫とか、大丈夫ね。はい、いきますよ。ポチッ。お、さんま塩焼きさんです。おめでとうございます。さんま塩焼きさん結構コメントもね結構書いてくれる方ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいな、おめでとうございますやな。はい、ということでどうしようかな。昔の
はい、おめでとうございます。じゃあ昔のちょっとコメントにパスワードを送りましょうかね。いやー、おめでとうございます。これはすごい、すごいよ。やっぱりね、ちゃんとこうなるんですよね、こうやって。いやー、何の車がいいですかね。これさっき聞かなあかんな。何の車がいいんやろ。何の車がいいでしょうか。塩焼きおめでとうって。豊ちゃんさん、塩焼きおめでとう言ってます。USB デバッグをオンにしまして、もう最近ちょっとミラーリングつないでないからな。大丈夫かな。ゲーム画面、あ、ちょっと待って、危ない危ない。ちょっとまあ、ゲームの音はちょっと今回はもうなしでしようかなと。まあ、こっち流れてますけどね。はい、ここでいいんか。これでいいですね。さあ、ということで、まあ本来は こちらのチャージャーをちょっとジェニファーさんに、送るというか、もう贈呈するつもりやったんですけど、見てないということでですね、まあ今回はチャージャーじゃなくて、あ、スープラ、もうスープラか。スープラ一番難しいのにな。スープラで、はい。まあでもスープラでも難しいですからね。うん、スープラこれ大変でしたよ。何番やったっけ、これか、これですね、これですか、これですね。これですかね。これは何やったかな、空気抵抗か、空気抵抗の時に使った車ですね。うん、どれやったっけ、何番やったかな。あ、これや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 、これ、これや。ああ、まあこのスープラというとあれか、ワンですね、ワン、ワンで、ワンの、ワンのスープラですね。はい、ほんじゃあちょっと、どうしようかな。とりあえず、じゃあさっきルーム開きましょうか。ちょっと待ってくださいね。何番しようかな。よし、これでいこう。あ、そうか。ゼロ入んないですね、これ。じゃあですね、昔のコメントのどっかにちょっと今からパスワードを これもいらんな。さんま塩焼きさん、さんまで出てくるかな。ダメだな。さんま塩焼きさん、どうしようかな。じゃあここに書こうかな。ここにしようか。ここに書こう。今のライブのパスワードですと。あ、そうか、 ID も一応書いておかないとですね。 ID 何だっけ、38、ちょっと待ってよ。これ大丈夫やったかな。この画面は大丈夫やったか。 OKOK、 ゲーム画面、よし。じゃあちょっとここに今送ったので、多分通知が来ると思うんで、返信の通知が来ると思うんで、それでちょっと、はい、お願いします。これ課金ホイールもですね、
入ってますね。フカリムの。やっぱこのホイールはいいですよね。このホイールいいわ。このホイール一番いいわ。ヘッドライトもですね、ちゃんと色、変わってますね。はい、これはどうなんやろな、これ。そのままちゃんと変わるんですかね。いや、お別れか。これでもだいぶ、初めの頃に作った車なんで、もう長いですね。長く生活しております。さあ、ちょっとコメントをですね、見ましょうか。うん、これね、めっちゃ面白い。サンマの塩焼き食べたくなってきた。これね、ちょっと僕も思いましたね。うん、食べたい。食べたいですね。サンマ長らく食べてないですね。食べたいですね。ランボルギーニーさん、こんばんは。日本からの特注ですね。反映されん。もう大丈夫ですかね。言ってるかな、パスワードは。言ってますかね。ネミ、ネミ早いな。ちょっとネミ早いな。ちょっとネミ早いな。ID 来ないよーと言うてますね。まあこの YouTube ちょっと見てたら、あれかも。あ、でも返信の通知をオンにしてるかどうかも問題あるんですけどね。大丈夫かな。パスワードちょっと来てないですか？あ、来ました？来ました？多分もう入れるかな？ちょっと時間かかるんですよね、やっぱり。うん。だからまあこれインスタグラムとかやってたら、まあ DM でプッてすぐ送れるんで、結構いいんですけど。これ大丈夫ですかね？全然、あれかな？綺麗に映ってますかね？画質なんもないのこれ。あ、まあ全然綺麗に映ってるか。M8 ください、お願いしますと言ってますけどね。まあまたうん、こういうちょっと、やつをやりたいんですけどね。まあちょっとでも、どうしようかな。まあ M8 まあ、別にいらないっちゃいらないんですけどね。うん。スープラ魔改造すれば現実でも1000馬力以上いくとか。ああ、まああれですかね、フュージョンのトップシークレットのスープラとかですかね、うん、あれすごいね、うん、スモーキー長田のやつですかね。なんか違うとか違いますとか何これどういうこと。あ、来た来ましたね。おー、ちょっと待って、音がなんか お金持ちとかがいてる。はい、トランジットバスですね。バスになってます。なんか上に書いてあるな。なんか書いてますね。あ、すごい、なんかめっちゃ細かい。すごいですね。成城学園前西口。さあ、じゃあもうね、もうパパッと送りましょう。パパッと。じゃあ、ですね。値段は。よし、これでどうや、これで。これでどうや。これでどうや、これで売ったろかや。これで売ったろかい。エンターカープライス。エンターカープライスって何やねん。ただです、ただでございます。はい、送ることができました。おめでとうございます。
もうちょっとあのめんどくさいのであのチャットはしないですけども、あ、クラウンビクトリアのパトカーね、ちょっとねまた使おうかなと思ってるんですよ、ある動画で。うん、まあ、ちょっとこれもうこれ僕運転できるのも最後ですからね、もうこれあの抜けたらもうなくなるんで、最後にちょっと今運転してるんですけど、はいはいはい、はい、なるほどね、スピードメーターとかこんな感じですか、あーなるほどね、はい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 、でこうやってこう運転するわけですね、こうやって、はいはいはい、なるほどなるほど、うんうん、あ、やばいやばいやばい、これ危ない、あ、ちょっとなんかありますねこれ、なんかありますね、なんかありますねこれ、あ、ちょっと危ない、あ、危ない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 わ、取ってもらうとこやった、これ取ったら負けですからね、これ取ったら負けですよ、これ取ったら負けなんで、まあでもまあカーパーキングもちょっとまあね、今いろいろ問題もあると思いますけども、やっぱりまあいいゲームかなと思いますね。うん、もうちょっとなんかそのオンラインゲームとしてのこうあるべき姿になっていってほしいなとも思うんですけど、まあこれはまああの僕のちょっと考えなんですけどね、まあやっぱりその運営さんもまあここまでなんか動かないっていうのも、多分なんかいろいろ問題があるのも多分日本だけなんかなっていう、まあ僕的には思ってて、だからもっとこう世界的になんかいろいろ問題が起こってたら多分運営もなんか動くんかなと思うんですけど、まあこう一部でなんか問題が起こっててもやっぱりこうどうしてもこうなんか そこまでのこう労力を使う必要がないっていう感じやと思うんで、まあ僕が作る側やったらそういう風にちょっと考えるかなと思うんで、もうちょっとまあ本当はその報告する機能があったりとかブロックとか、まあ、そういうのをね、ちょっと追加してほしいんですけど、まあなかなかそこを期待しても多分運営も動いてくれないんじゃないかなというふうに僕はちょっと思ってますね。うん。まあだからこううまいことなんかなんやろな。まあ何やろな、でも難しいですけどね、掲示板とか使ってうまいことルーム作ったり して集まるとかもちょっと難しいと思うので、まあなんかそうやな、うん、まあほんま難しいですねこれは。はい、ということでどうしようかな、とりあえず抜けましょうか。はい、ということで、あ、バグシビが出てきましたバグシビが出てきました、どうしよう、これなんかちょっと待てよあ、ちょっと待ってくださいね